新番組仮面ライダー電王、時を超える電車電ライナー、なんだか知らねえが2007年は俺がもらったぜ。もしかしたら桃太郎かも。小さい頃ヒーローだと思ってたし。バカ、死にたいの？やらなきゃいけないことだけは分かった気がする。変身を言っとくが、俺は最初からクライマックスだぜ。1月28日、時を超えて俺参上。仮面ライダー電王。未来の人間ってみんなこんな姿に。幸運の星はまだまだ先よ。あのコウモリ野郎、生きてたのか。今イマジン、この子が一番強くつながった過去に飛んでる。目的は一つ、過去を変えて今も未来も変えること。なんだかよくわかんないけど、やらなきゃいけないことだけは分かった気がする。変身行くぜ。俺の必殺技ハート2。仮面ライダー電王。似合いすぎ。先輩の強さがとことん出てますね。先輩のその強さを俺に貸してくれちゃったりしません？この電ライナーのオーナー、私はあの人と契約してイマジンを売ってるわけ。あの怪物、契約なんてマジか。まさか泥棒とはね、バカじゃないの？なんでこうなるわけ？飛んで火にいるってやつだ。イマジン相手なら暴れたって文句ねえよな。仮面ライダー電王。まだ決めてなかった願い、桃太郎が僕から離れることっていうのだね。イマジンの契約者だ。バカ者の泥棒仲間とはね。泥棒仲間じゃねえ、用心棒だっつったろうが。一度結んだ契約は必ず果たす。どうなるんだよ俺。呼ばないよ、一緒に戦いたくないんだ。怒ってんのかよ。やったろ、無理だよ。桃太郎呼んで。バカ野郎、死んじまうぞ。俺を呼べよ。仮面ライダー電王。陽太郎が乗っ取られたんだよ、イマジンに。この体いいよね、僕にも使わせてもらおうと思って。桃太郎の次は浦島太郎かも。決着つけようぜ。仮面ライダー電王。人生を面白くするのは千の真実より一つの嘘だよ。真実から逃げること嘘っていうの。絶対許さねえぞあの亀野郎。お前僕に釣られてみる。仮面ライダー電王。ここに野上の亮太郎いるか。亮太郎何かやっちゃいました？本当に誤解なんです。亮太郎、お前運悪すぎて感覚おかしくなってんぞ。俺の欲求不満はクライマックスだぜ。仮面ライダー電王。あ、です、絶対会わないから。本当に忘れちゃいたいものですか？嫌なことがあったら全部。やっぱり適した釣り竿を使わないとね。亀にばっかいい格好させられるか。仮面ライダー電王。力があるだけの強さでは俺に勝たれへん。最近襲われた奴らのリストだな。花さんってどうしてイマジンと戦ってるの？あんたたちイマジンなんかに帝王は殺させない。仮面ライダー電王。私はね、消滅した未来見たの。私の時間はもう何もない。桃太郎、あのイマジン消えちゃうよ。何とかならないの？俺の強さにお前が泣いた。仮面ライダー電王。ユニオンモデルのトップクラスじゃん。やっぱりあなたがかすみ草の人だったのね。もしかしてイマジンの仕業？お父さん、私のこと憎んでるの？大船に乗ったつもりで待っとけ。仮面ライダー電王。親と子が突然憎しみ合うなんてことはあるのかな。やっぱりお父さんがやらせてたの？そんなに私が憎いの？おやじさんがお前を愛しとる、とことん信じてるんや。もう一度やり直せ。仮面ライダー電王。強力な悪霊が現れて亮太郎くんが乗っ取られてしまった。やっぱりモーたちが取り付いたわけじゃない。亮太郎をやっつけなきゃいけないんだって。僕のことを好きになってくれるよね。仮面ライダー電王。亮太郎をやっつけたら時の列車の車掌にしてくれるって。協力するしかないよね。姉さんは関係ないんだからね、巻き込まないで。倒すけどいいよね、答えは聞かないけど。仮面ライダー電王。亮太郎くん、どうかしたんですか？人質になったんですって。クマは冬眠、カメはナンパ。頼りになるのは俺だけだよな。冤罪ってやつ。お前邪魔、消してもいい？仮面ライダー電王。社長を襲うなんて、ユータロスのやつどういうつもりよ。やっぱりお前邪魔。僕にはあの人が悪い人とは思えないんです。こっちは最初からクライマックスだってのによ。
面ライダー全王。あんたたちイマジンをリストラする。僕一人で戦ってみる。どこまでできるかわからない。仮面ライダー全王。変わっちゃうのよね、みんな同じとこにはいられないから。過去が希望をくれる。姉さんも思い出さなきゃダメなんだ。俺は桜井優斗だ。仮面ライダー全王。野上、時の運行を守るっていうのは人助けとは違うんだよ。でも諦めたくない。中途半端に時間の中うろうろすんな。いいな。仮面ライダー電王。なんで野上みたいなやつが電王なんだ。弱かったり運が悪かったとしても、やらなきゃいけないと思ったらやるよ。これからも。仮面ライダー電王。ユータがユータに焼き餅焼いたなんて。メータラスは子供なんだよ、僕がちゃんと抑えないと。お前邪魔、やっていい。ユータラスやめなさい。仮面ライダー電王。お願い教えて、ゼロライナーのこと。ギブアンドテイク。アナさんはきっと約束を守る。だから君もちゃんと答えて。仮面ライダー電王。わあ、面白い鳥。降臨。おい、頭が高い。手間かけさせるな。そいつは悪かったな。誘拐？どこまで運が悪いんだ、ウガミ。仮面ライダー電王。やると言ってるんだ、黙って待ったろ。消える。私がジーク、待ってて。変身。電王。降臨。満を持して。仮面ライダー電王。ユータラがいなくなったって。何これ。もしかして星とか好きなの。別に。言ったろ、クライマックスに手が足りないって。また夢。仮面ライダー全王。野上、とにかくクライマックスにはお前が必要なんだよ。本当に何しようとしてるわけ。もう邪魔されんの嫌い。もっと早く変われこのバカ。桜井優と同じ名前。仮面ライダー全王。俺は神の路線に入る。高桃。ドバッ。泥棒。待て。おとなしく釣られた方がいいんじゃない。デネブ、急ぐぞ。ゲンライナーがハイジャックされた。仮面ライダー電王。消える。ウラタロスたちが。残念ながら。カメ、クマ、ハナタネコゾ、勝手にいなくなりやがって。こうなりゃやけくそでクライマックスだ。仮面ライダー電王。恒例の肝試し大会を始めます。優勝したらみんな一日ずつ僕の体使えるってのはどう。マジか、残り1枚か。待たせたな。クライマックスはこれからだ。仮面ライダー電王。デネブいなくなったの。俺と契約してくれ。本当にユータのところにもう戻らないつもり。俺がでっかい花火打ち上げてやるぜ。仮面ライダー電王。ロープ大変だろ。この店が乗っ取られる。忘れるなんてひどいな。君の婚約者になる男なのに。僕たちだけじゃ無理だよ。やだ、僕がやる。仮面ライダー電王。ユートは変身するためにあるものを消費してる。大切なもの。バーカ、カードはお守りじゃないんだ。使うときに使わなきゃ意味がないんだよ。仮面ライダー電王。これが花？これって何よ。花君の異変はあれに関係しているとも考えられます。ヨタロから離れなさい。仮面ライダー電王。花さんがいた時間が戻ろうとしてるのかもしれないって。それじゃ桜井さんも。過去で何かあったんだろ、だから消えた。一度釣り上げかけた獲物は逃がしたくないんだよね。仮面ライダー電王。僕がやらなきゃ。そのためにももっと強くなりたい。俺がゼロノスになって戦うこと、それがお前と未来の俺との契約だ。仮面ライダー電王。全部桜井さんが決めたことだったんだ。やらなきゃ未来は消える。僕たちと亮太郎の未来は一緒じゃないってこと。亮太郎、必殺技決めんだよ、必殺技。
面ライダー電王。オーナー、あれは分岐点ですか。裏切るなよ、リュータロス。おい待てよ。お前だって桜井優斗ならやりたいだろ。仮面ライダー電王。お前がイマジン動かしてるのか。ターミナルも移動するんです。自分がイマジンってこと分かってる。僕は絶対逃げない。二度とリュータロスに近づかないで。仮面ライダー電王。桜井さんってイマジンが飛んだ時間にいることが多いよね。あれってデネブと契約する前の俺だ。お前も行ってみれば面白いものが見られるかも。ユウト。仮面ライダー電王。デネブは亮太郎についたことになってる。あれが消えれば未来は俺の時間。ユウトが戦ってきたことも覚えてる。まだ未来は決まってない。これは自分でもびっくりだ。仮面ライダー電王。お名前お伺いしても。ユウトだよ、覚えてるでしょ。桜井ユウトか。この時間俺たちの時間につなげるんだよ。君と桜井さんのやってることは矛盾してるって。仮面ライダー電王。ユウトがこのまま一人になるのは辛すぎる。お前は分かってる。戦いのたびに忘れられるなら何度だって覚えてもらえばいい。桜井君。ごめん、俺は忘れないから。仮面ライダー電王。桜井優斗を分岐点の鍵とするのは疑問があります。イマジンはみんな消える。亮太郎、今なんて言った。一緒に戦わないって言ったんだ。仮面ライダー電王。僕のことはいらなくなったのかも。俺の命は亮太郎に預けとる。泣けるね。お前まだ分かんねえのか。消えるかもしれないんだよ。俺たちの必殺技、仮面ライダー電王。クリスマスプレゼントにどうかと思って。メリークリスマス。おい30。何かあるなら僕は知りたい。野上。姉さん。仮面ライダー電王。ナオミちゃん、パーティーやろうよ。ヘイ。ずっと騙してくれて本当最高って気がするよ。変身変身変身。仮面ライダー電王。僕の抜けた記憶もきっと関係あると思う。何を忘れてるのか。逃げろ早く。亮太郎、お前は戻れ。キンタロス。おおきに。仮面ライダー電王。急に納得しろっていう方が無理よね。姉さん、赤ちゃんが。ここから先は立ち入り禁止だ。まさか、あんた最初から。この亀野郎。千の偽り、万の嘘。仮面ライダー電王最終回。最高だよお前ら。今すぐ潰す。過去が希望をくれる。桃太郎。望みを言うよ。最後までクライマックスだぜ。